それでは、会見を始めます。今日常任幹部会午前中ありまして、小選挙区の予定候補を6名決定をいたしましたので発表したいと思います。北海道6区荻生和敏さん、北海道9区辰野宏さん、千葉3区加藤和夫さん、東京2区細野真理さん、東京19区井出重光子さん、石川1区村田茂さん、以上6名であります。私の方からは今日は発表は以上です。ご質問あればどうぞ。あれ、はいはい、フジテレビの阿部でございます。はい、政府は夏に予定している福島第一原発の処理水の海洋放出についてなんですけれども、与党である公明党山口代表が海水浴シーズンは避けるべきだとの認識を示しました。局長にはどう映ってますでしょうか。まあ、この間政府はですね、漁協などが、強く反対してきたにもかかわらずね、これは放出をするという方針を、打ち出してきてたわけですよね。でその際に汚染水ではないと、処理水なんだと、で安全性は証明されているんだというようなことを言ってきたと思いますが、海水浴シーズンは避けるということは結局、安全ではない、問題があるということを認めることになるんじゃないかなというふうに思います。しかもその海水浴シーズンだけ避けてもですね、魚が年がら年中泳いでるわけですから、海水浴シーズンだけ魚が泳いでるわけじゃないですし、魚の水もいっぱいね、こう摂取してると思うんで、これやっぱりこの発言はちょっと全く合理性がない発言ではないかなと。海水浴シーズン避けるというようなことを言うのであれば、これやっぱりもう処理水の放出そのものを、汚染水の放出そのものをやっぱりやめるべきだというふうに思います。魚は年がら年中海水浴してるわけですから、海水浴シーズンだけ避けるって意味がないということになるんじゃないかなと私は思います。はい、はい、関連して、与党を担う公明党の山口代表からこういう発言が出たということについてはどのように。やっぱり与党が混迷していると。で特にやっぱり福島の市議選が昨日始まったわけですよね。でやっぱりその福島県民、漁民だけではなくて、やっぱりそのこの汚染水の放出ということについては、やっぱり市民県民のね、不安怒りが強いということの反映だと。だから与党からこういう発言が出てくるんだろうというふうに思います。選挙の時だけの一時しのぎで終わってはいけないと、きちんとやっぱり疑問や不安に応える対応を与党には強く求めたいと思います。はい、関連して勘違いだったんですが、今朝の朝方見てた処理水という評価になっていますけれども、今、副局長は汚染水を調整して、ここ数ヶ月の評価をしてから併用してたりとか、何か気持ちが違ったりするんですけど、何か変わったことってあるんですか。いや、別にそのなんかそういう考え方変えたわけではありません。処理水というようなことを政府は言ってますけど、我々は汚染されていると、やはり放射性物質は含まれていると、除去しきれていないというのが私たちの基本的な立場ですから。ただ言葉遣い、別にこういう言葉でなければいけないということを決めているわけではないので、いろんな表記があり得るんだろうと思います。はい、放射性物質が除去されていない、トリチウムが除去されていないというのは、これは紛れもない事実だというふうに思います。はい、共同通信の渡辺です。ちょっと話題変わります。立憲民主党の泉代表ですね、各党の選挙協力をめぐって、衆院解散が少し伸びたと。で、再構築することは野党第一党として考えなければならないと、若干態度を軟化させているようにも聞こえる発言ですけども、この発言に対して共産党さんどう捉えていらっしゃるでしょうか。市民連合を介してならあり得るというようなことを、おっしゃったようなんですね。で、私はこれ筋が違う話だというふうに思います。今の共闘をめぐる障害というのは、これは泉代表がですね、選挙協力はしません、候補者調整もしませんというふうにおっしゃったことが、やはりその障害になっているわけですよね。であれば、まず党首として
政党の責任でこの発言を撤回し障害を取り除く必要があるというふうに思います。自ら作った障害ですから、やっぱり党首自らが取り除くというのが筋ではないか。でそれ抜きに市民連合を返してっていうのは、私はこれは筋が違う話だというふうに思います。で合わせて泉代表の発言でですね、ちょっと非常に違和感を持ったのは、各党が候補者調整を行う意思があるのかどうかを、まあ、確認したいというようなことをおっしゃったと思うんですが、まあどちらに向かっておっしゃってるんですかと、候補者調整しないとおっしゃったのは泉さんじゃないですかと、ちょっとこれはですね、いただけない発言だなというふうに思っております。いずれにしても市民連合との間で例えばこれまでも共通政策を市民連合の皆さんと確認をして、でこの政策で選挙戦いましょうねってなことは今までもやってきてます。でそういう意味で市民連合の役割はものすごく大きいと私たち思っていますが、現時点でのやっぱり共闘の問題について言うと、これはやっぱり政党の責任で解決すべき問題ではないかなと、まあ、特に党首の発言で、まあ、障害が生まれてるんですから、これやっぱり党首自らがその障害を取り除く、やっぱり候補者調整しませんという発言は撤回していただくということが必要ではないかなというふうに思います。それが政党の責任だと思います。関連でよろしいでしょうか。ありがとうございます。今まで発言の修正、軌道修正を求められていましたが、今回の泉代表の発言は、まあ、軌道修正にはなっていない。いや、軌道がちょっと違うって軌道でしょ、これ。だって政党間で解決しなきゃいけないわけですよ、ね、政党の問題なんだから、これ市民連合っていうのはちょっと全く違う軌道の、どこ行っちゃったのかなっていう話。市民連合との間でいろんな合意作ってことはすごく大事だと思ってますよ。しかしそれは政党間できちんと、まあ、なんていうかな、一緒にやりますねっていう意思の確認が必要じゃないですか。でそれ抜きに市民連合って話にはなんないでしょうと、ちょっと順番が違うというか、筋が違うということになるんではないかなと思います。はい、まあ、泉さんは、まあ、市民連合も言ってるけど、基本的には地域事情というんですか、過去において、まあ、それを受けて、まあ、新潟の西村さんなんかはですね、新潟はもともと良かったわけだから、まあ、県連合というかそれはあるじゃないかみたいな。私は共産党の考え方、やっぱり党本部これがなければ地域におけるというのはありえないんだというのが、私は共産党の基本的なスタンスと理解してるんですが、そこは理解しているのかどうかというのは私にはよくわからないんですよね。そこは共産党さんは本部は別にして地域ごとの事情で、選挙協力をすることはあり、そういうお考えになっているのか、そこのスタンスを全部本部が決めた方針の下でなければダメだとは言いませんが、要するに選挙協力はしません、候補者調整はしませんと言っちゃってるわけですよ、党首が。それがあったもとで、じゃあ地域でじゃあやりますかってならないじゃないですかという話は、ね、もう単純な話だから、やっぱりそういう障害を、だから今まで私もね、ずっとこの問題、市民と野党の共闘っていうのはやってまいりましたけど、党首がやりませんって言ったのは初めてなんですよ。いや、候補者調整もやりませんと、だそれを党首が言っちゃってるわけですから、でそこを取り除いてもらえばいろんな、まあ、可能性は見えてくるかなと、まあ、これはこれからも何度も申し上げた通りです。だ その発言がそのまんまでいながら、やっぱりその地域ごとにやりましょうって言われて、でも投資はやんないって言ってるんだからってなるじゃないですか。まあそういうふうにも取られかねないですよね。だからまずはやっぱり投資がきちんとやりますと言ってほしいということです。はい、読売新聞の前です、はい、今日も東京を2人小選挙区で候補者出しましたけれども、はいはい、田村政策委員長も比例で、田村さん比例で出ますし、はいはい、10増10減で5増することもあって、各党東京選挙区力を入れてますけれども、東京の位置づけ、そこら辺お伺いできますでしょうか。やっぱり東京首都ですから、
これやっぱり政治の流れを大きく決めるということになりますし、まあ、今おっしゃったように5つも小選挙区増えるわけですから、これはやっぱりよく我々としても注目をして、できるだけ多く候補者立てて戦っていきたいというふうに思っています。まあ、今日2人立てたのもその一環であります。はい、深井新聞の前に、はい、今日6人発表だと思います。確認なく今日時点で小選挙区の候補者何人かというのもし分かれば。ごめんなさい、ちょっと後で。え、86だそうです。はい、あと先日の活中層でも小選挙区を大幅に2年前よりも増やしたいとおっしゃったと思うんですけど、まあ、秋にその選挙があるかもしれないと言われる中で、どれぐらいそのまあ規模感というか何人ぐらい出したいみたいな現時点で、いや特に数字的な目標を持ってやってるわけじゃないので、まあ、できるだけ多く立てるということでやっていきたいと思います。まあ、もっと立てていきたいと思ってます。はい、地元の話で挙手が道内何人ぐらいとかっていうのは、いやそこまでちょっと、ええ、まあでもできるだけ立てたいと、前回よりは少なくとも立てたいというふうに思っています。86で今日プラス6で92だ、はい、あ失礼します、92です。はい、はい、フジティガールです。ちょっと話題変わりまして、マイナンバーカードについてお伺いします。はい、河野デジタル大臣が NHK の番組でマイナンバー制度とカードが世の中で混乱している、そして名称の変更をしたいたしました。共産党としては、まあ、明後日行われる閉中審査、どういう態度で臨むか教えてください。6月1日に政令施行して、で河野担当大臣は新たな問題は起きないとおっしゃったんですね、6月には。で7月1日に名前変えるってもう完全な破綻だと、これはもう制度の破綻を自ら証明したようなことだと思います。でそもそも世の中が混乱しているのはマイナンバーカードの名前で混乱しているんじゃありません。政府の対応で混乱しているんです。名前で混乱しているんじゃなくて、政府が、まあ、保険証との一体化、そして従来の保険証を廃止するなんてことをやるから混乱しているわけ で名前変えても混乱は解決しないし、混乱さますますするだけだというふうに思います。政府の方針が混乱の原因です。名前を変えても解決しない。で今日の常任幹部会でもこの問題は非常に重大な問題だと、やっぱり国民生活に深く関わる問題ですし、まあ、私も街頭などで訴えて、今みんな手分けして街頭で訴えやってますけど、この問題に対する反応はものすごく強いです。で保険証廃止の中止を求めてマイナンバーカード取得の強制を反対する署名運動、これはすでに始まっておりますけど、共産党としてもこの署名運動を全力で取り組んでいこうと。それからすでに皆様にもお伝えしておりますが、明日の、11時から衆議院第一会館第二会議室で保険証廃止撤回マイナンバー問題追及委員会の第2回の会合を開きます。デジタル庁、厚生労働省、総務省を呼んで、でいろいろと聞き取りをやる。この間この問題、地域の会議員の皆さんからさまざまな情報が寄せられていて、でそれを次々発表して、いる保団連、全国保険団体連合会の皆さんにも出席をお願いしております。これマスコミフルオープンでやりますので、ぜひ取材をしていただければと思います。というところですね。まあ、名前を変えようというときは大体破綻しているときですよ。もう名前変えてごまかそうということにしか私には思えないと思います。あさっての閉中審査は、まあ、そういう問題含めて徹底的に、衆議院では高橋千鶴子衆議院議員が質問に立ちますので行きたいと思います。はい、共同通信の渡辺です。ちょっと先ほどの記者会見で恐縮なんですけども、松野さんが夕方の記者会見で、首相権限者の国葬実施をめぐって、国葬を取り行うことを決定した場合は国会に説明し、終了後にも概要を国会報告することが適当だというふうに述べました。国葬実施をめぐって共産党さんいろいろ反対されてきましたけども、この方針についてはどうか。報告でしょ。報告ですね。報告を聞くだけではそれは解決にならないんじゃないでしょうか。で果たして国葬にふさわしいものなのかどうかということをきちっとやっぱり議論するということが必要じゃないでしょうか。だから報告を受けるだけでは解決にならないんではないかというふうに思います。
まあ、そもそも首相を国葬にするってこと自体がやっぱり政治的な評価が分かれるわけで、これはやはり慎重であるべきだっていうのが基本的なスタンスであります。はい、まあ、団結と統一ということを、まあ、厳しく打ち出されたからだと思うんですが、まあ、しっかり党内の規律が、まあ、さらに、まあ、厳しくなるんじゃないかと。でそういう意味で、まあ、人によっては処分を受ける人が出るんじゃないかというようなことは各地のメディアに寄せられたりするんですが、そういうことはございますでしょうか。ございません。ございません。はい、そんなことは議論してません、はい、ご心配なくと申し上げたいと思います。他いかがでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ終わります。